はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。まもなく2時になろうとしてますね。まったりとした午後でございまして、8月31日、もうね、トロンとしてます。お昼に、ビル券料3缶いただいてね、ふわーんとして昼寝したいんですけどね、ちょっと寝つきが悪いですね。行きましょう。本題でございまして、ポストセブンですね。雨続きの甲子園決勝、智弁対決、母体の弁天宗は水の神様だったと。あの甲子園ね、見ませんよ。もう全然見てません。1秒も見てません。けども、それは新聞とかニュースで読むやんっていうことですね。智弁学園対智弁、智弁何やったかな、智弁学園対智弁和歌山ちょっと読みましょうか。2年ぶりに開催された夏の甲子園決勝は、智弁和歌山かっこ和歌山と智弁学園かっこ奈良の智弁対決となった。系列校同士の対決には SNS ではユニフォームが似ていて見分けがつかない紅白戦のようだなと盛り上がりを見せた。優勝した智弁和歌山、1978年、準優勝の智弁学園は1965年に宗教法人弁天宗を母体として開校したが、校名以外の面では宗教系学校としての印象はあまり強くない。その理由を宗教問題編集長の小川寛大、読めへん、寛大としか読めへん、寛容の寛に大きいですね、氏が語る。弁天宗は大森智弁氏という女性を宗祖として三代にわたって続いている関西中心の新宗教ですが、穏健で寛容なのが特徴。智弁和歌山は智弁学園の野球部員も入信する必要はありません。とはいえ宗教系学校であることは生徒たちに少なからず影響を与えている。現在巨人で4番を任されている岡本和正でしょうかね。あの平和の和に真実の真ですね。岡本和真は智弁学園出身で、2014年にドラフト1位に指名された際、こんなことを明かしている。名前を呼ばれてホッとしました。こういう緊張感は初めて。甲子園でも緊張しなかったんですが、今朝は5時半に起きて後輩と5秒と弁天さんにお参りに行ってきました。5秒は宗祖大森智弁氏を祀った霊廟、弁天さんは弁天宗総本山である如意寺のこと。智弁学園からほど近い場所にあるため、野球部員もよくお参りしてると言って、まあいいかまあとするんですけど、如意寺、あのね、僕の生まれた京都のね、左京区浄土寺というところなんですけど、あのいわゆる大文字の送り火ですね、大の字にこうわーっと火が灯る、あれあるでしょ。今年はなかったみたいですけど、あそこ如意ヶ岳っていうんですよね関係あるんですね、きっとね。で、あの智弁って何やろなって思ったんですけど、弁天さん祀ってるんですね。弁天さん、の弁天さんの系列の新宗教、その大森なんたらさんっていう方がこう外するわけですね。まあ、大森智弁さん、なんかそう智弁って言うんでしょうね。で、弁天さんって何かというと、まあ正式名称弁財天って言うんですけど、何なんでしょうね、この女性ですよ。あのヒンズー教のね、あのあれなんですよ、あのなんていうのかな、ヒンズー教の神様から来てるんですよ、弁天さんっていうのは。ヒンズー教の神様を仏教に取り込んだというべきですかね。サラスバティっていう、あのヒンズー教の神様なんですね。あのヒンズー教の前にバラモン教っていうのがあるんですけど、釈迦が生まれた時にはバラモン教っていうのがあって、それがまあヒンズー教に変わっていくんですけど、釈迦が生まれた時に常にそのバラモン教ってあったわけですね。で、釈迦はそれを一応一通りの勉強した
後でなんやおかしいな、俺はなんかもっと違うもん、違う悟りを開きたいと思ったわけですね。仏教的な言葉で申し訳ないですけど、それで修行した上で悟りを開いて今の仏教につながるんですけど、多分にバラモン教のですね、このなんていうか混じってるんですよ。サラスバティっていう、なんでしょうね、女性ですよ。ふくよかな。どっちかというとね、なんていうか、幸せをもたらす、富をもたらす、ですね、神さんみたいにヒューに思われてます、弁財天っていうのは。ほんで、なんていうかな、私が思うにはね、これも天下の暴論ですけども、仏教ってはもうクソインチキですね。クソインチキなこの教えに満ち満ちてまして、どう言うんでしょうね、天神さんもあれば弁天さんもあって、あれですね、いろんな神さんいるでしょ、毘沙門天とか、それこそシャえちゃうわ、浄土真宗、我が家は浄土真宗なんですけど、浄土真宗は阿弥陀仏って言います。でいろんなこう神様というか仏様を見た人がいるでしょ。あれなんなんやねんと、こうみんな思うでしょ。釈迦という人がね、サラ宗寿の何て言うかな、何とかっていう木の下でですね、悟りを開くわけですけども、悟りを開いたところでね、それをね、釈迦はね、なんて言いますか、ブッダですけど、人に伝えるんですけども、伝えられた人も、一つの、系統のね、アリストテレスの神学みたいな、ああいうふうにはいかないわけですね。で、うにゃ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 っていっぱいあるわけですよ。うにゃうにゃをですね、200年ぐらい後にですね、サンスクリット語の、あれに、文章するわけですよ。でサンスクリット語の文章したものをですね、今度中国からやってきた三蔵法師みたいな人がですね、移して変えるわけですね。移して変えて、それを当時の唐の時代ですね、日本で言えば奈良時代ですから8世紀とかっていう時代ので、それを中国語に訳すわけ、当時の訳すわけですよ。漢語ですね、いわゆる漢字の言葉に訳して、でそれをですね、空海とか最澄とかいう人がですね、平安時代の初期のお坊さんが西安で今長安ですね、長安っていう町に行って一生懸命移すわけですよ。漢字になったもう元々釈迦がなんか妄想めたことを言うたのを200年後ぐらいにサンスクリット語にしたのを、さらに簡訳したものを最澄や空海を移して帰ってきて、で比叡山や奈良 の高野山とかっていうところに、貯めるわけですね。で、時代が下ってですね、14世紀ぐらいになってですね、日本のですね、比叡山にいるお坊さんたちがですね、この膨大なこう残されてるわけですね。最澄の時代に、そのまた弟子の時代に中国から持って帰ってきた漢字の経を読み漁るわけですよね。読み漁った中で、でこれがええやんとかあれがええやんとかって言うて、でそれがこの法然の浄土宗になったりとかですね、親鸞の浄土真宗になったりするわけですね。で浄土真宗で取り上げたのが阿弥陀仏という、阿弥陀仏がおっしゃってることが素晴らしいやんっていうのが今の浄土真宗であるわけです。アホくさって言われてもうなんていうか、それに比べたらね、まだね、イスラム教のコーラン、アブラハムがですね、神の言葉を聞いたコーランっていうのはまだスパッとこの筋が通ってる仏教ぐちゃぐちゃやんっていう。で話変わりまして、じゃあ弁財天って何やねんって言ったら、弁天さんですね、サラスバーティっていう、まあ元々バラモン教ですよね、今はフィニズム教になってます、神さんのお姿であって、その弁財天を一生懸命信仰しているのが弁天宗、何やったかな、なんたらっていう今の、出てきました智弁学園の宗教ですね、大森弁天宗っていう信仰宗教です。もう笑うしかない。
で、弁天様って何してくれんのって言ったら、皆さんを豊かにしてくれるっていう話だって。ふーんっていう感じですね。いろんな宗教、僕宗教嫌いじゃないんで、ね、信仰ないですよ。信仰一切ないですけど、何宗がどんな教えを持ってるっていうことに関してはすごい、ものすごい興味ある人間なんですけど、一番分かりにくいのが仏教で、つまり一番インチキ臭いんですよ。一番インチキ臭いのが仏教で、弁財天って何やねんって言ったら、今も言うた通り、バラモンである、今はサンスクリットのヒンドゥー教の神である、サラスバティという人だって。で、この人を敬って敬って敬う信仰宗教が弁天宗であり、それが和歌山智弁と智弁学園の宗教。ああ、しょうもなって感じ。ものすごいしょうもないでしょ。僕はしょうもないと思うんですよ。まあそこにね、真実があるかどうか分かりませんよ。ほんで、釈迦とか智弁の場の弁天さんとか何なんの、観音さんとか何なんって言うたら、それは釈迦の妄想上の神さん、神様っていうか、まあまあ、神様めいたものなんですね。で、釈迦が妄想したその、いわゆるそう世界の中には観音様もいりゃ弁天様もいりゃ阿弥陀仏もいて、それがわーっとこう息巻いてるわけです。息巻いてるか、まあ、泳いでるわけです。で、それぞれ言わはるわけです、いろんなことを。言わはったことがサンスクリット語になって、それが古代の中国語になって、それを日本人がありがたく移してきて、ほんで「なあ阿弥陀仏」って言うて。南無阿弥陀仏っていうのは浄土真宗の経文でありますけど、南無っていうのはお頼申しますという意味なんですね。阿弥陀仏、阿弥陀様にお頼申します、なんたらかんたらかんたらって、あれ全部漢文なんですよ。アホみたい。 いや、でもね、それをね、ありがたがってるわけであって、南無法蓮華経っていうのは法華経という、その、なんて言いますか、その比叡山にあった経文ですね。これが素晴らしいということで、南無妙法蓮華経という言うてるわけですけど、ああ、ほくさっていう。で、そこからみんな自分なりにこう解釈してですね、浄土真宗が生まれたりとかですね、日蓮宗が生まれたりとか、あれあれこの弁天宗が生まれたりしてるということです。しょうもなっていうか。まあ、これ以上言ってもしゃあないんでやめましょう。このポストセブンの記事、雨続きの甲子園決勝、智弁対決、母体の弁天宗は水の神様だったというのを貼っときますんでね、私今、3ページ目の1ページだけ読みました。まあ、この後もう僕が読んだぐらいの記事はあると思いますんで、ご興味のある方は読んでみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。